はい、いかに無駄かって、無駄なこと払ってるか、それ繰り返してるうちに一生終わっちゃいますよ。お金はあくまで手段。こんにちは、木村拓哉です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。木村さんはお金や資産形成のことを結構情報発信されてますけれども、以前からそういう勉強ってされてたんですか？いえ、もう全くですね。全く、本当に普通のサラリーマンだったんですけど、41歳の時まではですね、はい、もう全然お金に関することはもう関心もないというか、つまり会社で普通に真面目にちゃんと働いておれば、はい、給料ちゃんともらえて、まあそういうのに生活できるんじゃないかなっていう、それだけの人でした。だからお金に関しては全く無知でしたね。でも41歳で本当不動産投資を知ってね、でそれからお金の勉強も並行してやっていったらですね、ガラッと本当にもう収入とかもちろん生活もね、ライフスタイルもガラッと変わったんですね。ですからやっぱりね、お金勉強っていうのは本当に必要だと思いますよ。はい、はい、お金についてちょっと木村さんからいろいろお聞きしたいんですけれども、いいでしょうか？はい、ですよ、はいはい、そもそもお金って何のためにあるんでしょうか？いや、いい質問ですね。以前ベーシックな話なんですけど、3種類ほどあってですね、お金で、物とこう交換するっていうね、そういった役目があります。いわゆる物を買うっていう話ですね、はい、当然ですよね。それはよく言われてますね、うん、そうですね、はい、であと2つ目が、将来物を買うためにお金として価値としてキープしておくと。なるほど、うん、そういう面もありますね、はい、うん、あと3つ目は、ある物とかあとはサービスの価値を測る尺度としてのお金がある。これが役割としてね、お金役割として、はい、まあ本当にベーシックな話をしたんですけども、でもその結果としてどうなんだって話だと思うんですけど、お金を本当に私たちの生活に関係して言わせてもらうとですね、これも3種類あって、まず本当に衣食住、それをちゃんと満たせてちゃんと生きていけるというベーシックな部分と、でそしてあと何かあった時のためにいい対処できるように、つまり病気になったら医者に病院に行けるとか、はい、ね、ちょっと芋を食べたい場合には外に食べるとかっていうレベルと、はいはい、でこれが最終的に多分皆さん憧れだと思うんですけど、お金が十分にあって、はい、もう働かなくたっていいような、はい、本当に好きな時に好きな場所で好きなことができるような形の、はい、種類のといったらいいか、量の、はい、お金を手に入れることができればなおいいではいいじゃないですか。ありそうですね。これ、まあ、人によるんですけどね、うん、私は2の場マナーでいいよっていう場合もあると思うんですけども、そういった生活の段階を実現するためのものっていう面もあると思います。なるほど。一方で、木村さんが考える、お金と幸せのこの関係性について教えてもらいたいんですけど、あ、はい、これもすごい大事ですよね、まあ、結論から言うと、お金と幸せってのはイコールじゃないですね、やっぱりね。私イコールじゃないと思います、ただ関係はあると思いますね。かなりありますよね、ただその量はね、やっぱりちょっと定量的に難しいんですけども、ただ間違っていけないのは、お金があるから幸せってわけじゃないと思うんですよね。でこれ伝えたいのは、はい、ともするとやっぱりお金のことは資産形成とかっていうね、結構私発信してるし、そういった相談を受けることがあるし、たまに一緒に行動してる人もいたりするんですけど、はい、お金をなんか目的になってしまう人とかタイミングがあったりすることなんですよ。そうですね、でやっぱりそれはやっぱ避けるべきっていうのは私の持論ですね、はい、お金はあくまで手段、幸せとか自分とか家族の理想的な生活をするためのあくまで手段しかないんですね、ですから大事なことはですね、自分とか家族の幸せのためにお金はどれだけあればいいのっていう、そこをちゃんと把握することが大事になってきます。あ、確かに。そうしないと、はい、お金が例えば頑張ってね、はい、収入が上がったとしても、はい、もっともっとってなっちゃうんですよ。確かに。もっともっとと、はい、で今月は、何百万稼いだ、来月は何百万だ、やったー今年はだ、それ繰り返してるうちに一生終わっちゃいますよ。あ、でしかもこう目先がこうなっていると、お金ありきになっている人っていうのはですね、結構生活とか考え方がそれ中心になるので、だんだん人とのコミュニケーションとか、お付き合いかな、で
距離が置かれるようになってきます。そうですよね、これ言わなきゃ分かりますよね、お金も目的になるんで、やっぱり人との信義というかね、そういったものを果たさない人が出てきたりするんですよ。裏切ったりとか無視したりとかね、そうやってくれるのが最悪ですね。ですから同じことすると、お金は確かに大事です。幸せを実現するためにある程度大事ですが、ちゃんと自分とか家族のために必要な量というのを考えて、であくまで手段と思いつつ取り組むことは大事ですよね。バランス崩しちゃう人も実際多いですよね。多いですね、多いと思います。お金の勉強の話にちょっと戻るんですけれども、お金の、勉強の必要性について、教えていただいてもいいですか。ですね、これも3つありまして、お金を失わないために、減らさないためにっていうのはまず一つあると思います。やっぱり勉強してない、知識がないと余計なところにお金を使ってしまうこと、捉えてしまうことあるじゃないですか。そうですね、例えばそうですね、リボ払いとか、なるほど、あれはかなり無駄な話なんですね、ちょっとあれ話すと長くなっちゃうんで、もうネットで引けば出てくるので、いかに無駄かって、無駄なことを払ってるか引かれてるかってなるので、リボ払い絶対やりましょう。でもこれ知識がない人は、やっぱりリボ払いしちゃうじゃないですか。そうですね、ね、それだとリボ払いでお金が買えるとか、リボ払い有利ですよっていう金融機関からのお誘いがあったりして、そうですね、使っちゃうんですね、ということがまず一つありますよね。あとはですね、自分の幸せに必要な量を、お金の量をちゃんと分かるようになるっていう、これもお金に対する基礎知識がないとですね、ちょっと変考えられないんですね。これさっきの話ですね、で3つ目、お金を増やす方法を知ることができる、勉強すると、これしないとこれ分からないんです。そもそもお金って増やせんの、あとお金って働いてくれるのって、よく私会話の中で時々発する人いるんですけど、これはね、やっぱこれから常識じゃないといけないと思いますよ。お金を増やせる、もちろんリスクあるからやり方とか気をつけなきゃいけないんですけど、増えていく、あとお金に働いてもらうことができるということ、これをね、やっぱりちゃんと勉強すべき、やっぱり必要性がそこにあると思いますね。実際どういったところで、勉強すればいいですか。そうですね、本当にいろいろね、世の中勉強する場所があると思うんですけど、身近なところで言うとね、やっぱり本とか、ネットに書かれている、ことだと思います、本当に楽ですよね、費用もそんなにかからないし、まずはそこからスタートしてもいいかとは思います、ただ特に本などは書かれているものが情報が古かったりとか、あとやっぱり自分に合ってないようなものかもしれないので、まずセミナーとかね、そういったの人が集まる、教えてくれる場に行くのがいいと思いますね。そうすると最新の情報だし、あとは Q&A の場とか懇親会とかでちょっと自分の実情を話して、相談に乗ってくれるじゃないですか、アドバイスくれたり、コメントあったりするのでと、いうことだと思いますね。であともっと本格的に自分に合った、また自分はこういった具体的な目標ある、さっき言いましたけどね、ちゃんと目標を作ってやるべきなんですけど、にはどうやったらいいかっていうのは分からないことであれば、やっぱりそこはね、コンサルとか塾とかね、コミュニティとかっていうところに、ある程度やっぱり費用かかるかもしれませんが、そこはやっぱりね、自己投資だと思いますよ。そうですよね、やっぱり後からそれは回収できますから、っていうか回収するつもりで、そうですね、やるっていうのがやっぱり大事だと思うし、そういった方がね、やっぱり今周り見ててもね、成功してるし、私も結構今まで、もう15年間この活動してますけど、いろんなところに、お金払って習いに行ったり、コミュニケーション、人脈を作るとかやってきましたからね、それがやっぱりはゆくゆくはトータルで見るといいと思います。このようなね、お金に関することとか資産形成とか、あと不動産投資に関するようなことを私はこのチャンネルで発信してますので、すべて自分の経験とか見聞きしたものをベースに、話してます。社会を動くつもりで発信してますので、勉強される方は登録しておくといいと思います。あと私は公式 LINE やってますんで、私の成功法則16本の動画をね、そこでプレゼントしますので、より深く勉強したい方はね、下の備考欄にね、その登録方法を書いてますから、私の公式 LINE に登録してメッセージいただけたらと思います。じゃあ今回以上になります。ありがとうございました。